皆さんこんにちは。今回は那須焼村殺人事件とその容疑者である若山煌人さんへの死刑に関する話をご紹介しましょう。2024年4月16日早朝、栃木県那須町の山林で2人の遺体が発見されました。マネキンのようなものが燃えているという通報を受け、地元警察署員が確認すると、都内から車で約3時間の距離にある茂みを流れる川の近くに焼けた遺体があったのです。遺体は焼損がひどく、当初は性別すら判別できない状態でしたが、手は結束バンドで縛られ、顔は粘着テープでぐるぐる巻きにされていました。栃木県警はこの事態を重く見て、死体遺棄事件として捜査本部を設置し、殺人容疑を視野に入れて捜査を進めていました。遺体のうちの一人は東京都台東区に本籍を置く宝島隆太郎さんであることが判明しました。宝島隆太郎さんは東京上野で居酒屋や焼肉店など十数店舗を経営しており、特に御徒町駅に近い一角は宝島隆太郎さんの系列店だらけで、近隣からは宝島ロードと呼ばれていました。近隣店舗のスタッフによると、宝島隆太郎さんはいつも会社の取締役である妻と2人並んで自転車で経営店舗を回っており、売上金を回収していました。しかし売上が悪かったり店に客がいなかったりすると、店長や従業員に対して妻がものすごい勢いで怒鳴りつけていたとのことです。その罵声は中国語であり、店員はみんな外国人ばかりでありました。宝島夫妻は地元ではやり手の経営者として有名でしたが、近隣店舗との間でトラブルを起こすことも少なくなく、中には裁判沙汰になることもありました。2023年10月には宝島隆太郎さんが経営する会社と妻が近くの飲食店から損害賠償請求訴訟を起こされています。この訴訟の訴状によると、原告の主張は宝島隆太郎さんの妻が近くのライバル店の看板を勝手に移動させたり蹴ったりしたほか、ライバル店に入ろうとした客に、まずいよ、こっちの店の方がいいよなどと囁いたり、ライバル店で働く従業員に向かってバカ、アホ、痴漢と罵声を浴びせ、耐えかねた従業員を退職に追い込んだというものであります。宝島隆太郎さんの経営手法は非常に強引であり、周囲との軋轢を生んでいたことがわかります。特に妻による従業員やライバル店への攻撃的な行動は目立っており、これが原因で周辺の店舗との関係が悪化していました。こうした背景から宝島隆太郎さん夫妻は近隣の飲食店とたびたび訴訟を抱えることとなり、その結果として損害賠償請求訴訟を起こされるに至りました。その後、合同捜査本部は4月29日から5月1日にかけて、住所職業不詳の佐々木ひかりさん、韓国籍の韓談義さん、宝島隆太郎さん夫妻の長女の内縁の夫である関根清波さん、元俳優の若山煌人さんを相次いで逮捕。事件発覚直後に出頭した平山良健さんを合わせて逮捕されたのは5人になりました。事件の詳細を見ていくと、若山煌人さんは仲介役の平山良健さんに依頼され、犯行に及んだとされています。事件の主犯とみられるのは宝島隆太郎さん夫妻の長女の内縁の夫である関根清波さんであり、遺体処理などを指示した指示役の佐々木ひかりさん、そして若山煌人さんと共に実行役として夫婦の殺害と遺体を焼いたとされる韓談義さんです。彼らはガソリンや粘着テープを購入し、平山良健さんから運搬用の車をがしりました。この平山良健さんに対して犯行を依頼したのが佐々木光さんとみられています。しかし佐々木ひかりさん自身も宝島夫妻のことは知らなかった、邪魔な連中を処理してほしいと依頼され、その指示を平山良健さんに下したと供述しており、佐々木ひかりさんよりも上位の依頼者が存在する可能性が示唆されています。逮捕された人々はのみ友達でありましたが、互いのフルネームすら知らない程度の希薄な関係でした。佐々木ひかりさんは那覇市のホテルに潜伏しており、福岡に飛ぼうとしていたところを那覇空港で捜査員に確保されましたが、
確保時に複数の携帯電話を所持していました。捜査本部はこの携帯電話をもとに関係性を解析して一気に捜査を進めたのです。佐々木ひかりさんは地元福岡においてもその評判は芳しくありませんでした。彼は地元で問題児として知られており、周囲からは様々な悪評が立っていました。挑発の写真なども公開されており、その見た目も含めて評判が悪かったようです。佐々木ひかりさんは28歳という若さでありながらも様々な問題を抱えていたことがうかがえます。また佐々木ひかりさんは自分は2000万円もらってと供述しており、金銭的な報酬を受け取っていたことを明らかにしています。この逮捕者の中で特に注目されたのが若山輝人さんの過去の経歴を見てみると、彼は大河ドラマや仮面ライダーシリーズといった人気作品に出演していた経験がありました。しかし若山輝人さんはその後俳優としての道を歩むことができず、輝かしい過去の栄光は金を集める道具でしかなかったのかもしれません。若山輝人さんは警察の調べに対し、お金をもらえると犯行の動機について供述しています。若山輝人さんと菅さんは平山良健さんから500万円の報酬を受け取ったと供述しており、菅さんはその報酬を250万円ずつ分けたと述べていますが、若山輝人さんは150万円しか受け取っていないと話しています。その後若山輝人さんと京さんは大阪へ逃走し、高級ブランドバッグなどを購入、数百万円の報酬を使い果たしたとされています。さらに2024年3月上旬に配信された TikTok のグロディ TV の街頭インタビューで、若山輝人さんは好きな言葉はありますかと尋ねられた際に、お金です、結局世の中金と顔かなと答えています。この発言からも若山輝人さんの価値観や犯行動機に対する一端が垣間見えます。若山輝人さんの量刑について、弁護士法人の弁護士曰く、今回の事件の場合2人亡くなっているので結果が重大であることは間違いない、ですが動機も重要になってくる。お金目的で起こした殺人事件でも動機が悪質だった場合、過去には死刑判決が出たものもありました。例えば保険金殺人などです。ただだからといって若山容疑者が死刑になるとは言い切れない。断れたのに断れなかった状況と、殺人に積極的だったという状況、これでは判断は完全に変わります。無罪にしてくれと言われたら無理ですが、被告の弁護士は情状を訴えていくでしょう。主犯とされている関根容疑者との関係、特に関根容疑者とはいつから知り合いだったのかなどです。また例えばですが、関根容疑者らから殺人を依頼されて断ったら自分が殺されるというような状況だったとします。そうなると若山容疑者らは断りきれなかった、そこは情状の一つとなるんですとのことです。若山輝人さんは薬や暴力、詐欺などの犯罪に手を染めた過去があるわけではなく、20歳という若さで殺人という凶悪事件に関与したことが世間に大きな衝撃を与えました。特に芸能人や元芸能人による犯罪が頻繁に報じられる中でも、若山輝人さんのように大河ドラマに出演経験があり若干20歳の元俳優が殺人を犯すケースは極めて珍しく、話題になるのは仕方ありませんね。今回紹介した那須庄村殺人事件とその容疑者である若山輝人さんへの死刑に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。